こんにちは、新代理メンバーの高橋鈴香です。本日は就活予備校の最終授業7限目ということで、面接で注意するべきポイントと面接の答え方を曽和さんに教えていただきたいと思います。じゃあまずはじめに今日の就活生の方々、また再度自己紹介をお願いします。はい、専修大学3年の星翔です。日本大学経済学部宮下優香です。東京大学英語学科3年の高橋鈴香です。東京女子大学3年の金子理沙です。よろしくお願いします。お願いします。今日の講師の曽和さん、自己紹介お願いします。人事コンサルティング会社人材研究所の代表してます、曽和と申します。どうぞよろしくお願いします。皆さん、今面接はどれぐらい受けられてますか？僕はまあまあ受けてる方かなって思います。10回から20回ぐらい受けました。じゃあもう結構場数は踏まれてるって感じ、はい、ゆかちゃんどんな感じですか？私は一次面接を数回受けたことがあるぐらいです。私もまだあまり受けてなくて、2、3回ほどしか受けてないです。まずはじめに面接で人事の方が見ているポイントについて聞いていきたいと思います。はい、私は合否で判断するタイミングと一次や最終で見ているポイントの違いなどを教えていただきたいです。面接で合否を判断するタイミングっていうのは、本当の理想で言うと、面接が終わった後ですね。でただ多くの面接官は結構印象にぶれちゃうんでですね、例えばもう5分ぐらい経ってたらなんかね、もうこの人合格にしようとか不合格にしようとかって決めちゃってる人もいるんですけど、本来はそれは罰なんですよね。だからまあちょっと理想と現実両方言いましたけど、本当は終わってから考えるっていうのが基本なんです。で合否を判断するタイミングっていうのはそんな感じなんですけど、一次とか最終で見ているポイントっていうのはやっぱり、まあもちろん会社によって違うんですけど、一次で出てくる人っていうのはあんまり面接慣れてない人多いんですよね。で面接慣れてない人が判断できることってじゃあ何でしょうかと言ったら、話し方とか内容というよりも分かりやすく話をしているかどうかみたいな論理性だったり、いわゆるコミュニケーション能力と言われるようなところだったり、あとはまあ印象ですよね。それは印象でうちの文化に合うかどうかみたいなところぐらいに絞って見てくれっていう風なオーダーを受けている場合が多いです。中期ぐらいになってくると絞られてくるでしょ。で絞られてきたらどんな人が出てくるかっていうと、ようやく人を見る仕事をしている人が出てくるんですね。それは管理職とか人事担当とか、日頃から面接とかインタビューの仕事をしている人っていうのが出てくるわけですね。その場合は性格だったり能力だったり価値観は何なのかっていうことをちゃんと見るわけです。今までやってきたエピソードとかを聞いて、性格能力価値観ですね。でそれが自分の会社の文化とか仕事の内容に合ってるのかどうかっていうふうにタイプ分けをしていくっていうのが中期っていうんですかね。最終になるとまたさらに絞られるわけですね。でどういう状態になってるかというと、みんなねいい人ばっかりなんです。じゃあどうするかって言ったら、2つ見るところがあって、まず1つはレベル感ですね。まあ、分かりやすく言うために、まあ、肉食系が好きな会社もあれば草食系が好きなタイプもあるじゃないですか。で例えば肉食タイプだったとしますよね。そしたらその人のレベルっていうのは、例えば猫レベルなのか、ハイエナレベルなのか、チーターレベルなのか、トラレベルなのか、ライオンレベルなのかみたいな、そこら辺を見るわけですね。だからレベル感をしっかり分かるように話さないと、結局欲しい情報が得られなかったっていうね感じになっちゃうんですよね。2つ目が何かって言ったら、やっぱり志望度ですよね。能力が例えば似たような感じだったとするときに、じゃあどっち取るのって決めるときに、うちの仕事を面白がってくれそうかとか、まあ、社会的意義を感じてくれそうかとか、まあ、理由はいろいろであっていいと思うんですけど、やっぱり最後の最後は志望度がどっち取るかみたいなときにはですね、聞いてくることがあるというのが初期とか中期とか最終で見てるものの違いですね。実際どういう感じで学生って評価されてるんですか？基本的には総合評価なんですよ。例えばうちの採用基準は5つありますとかって言って、54321とか確かにつけるんですよね。ただ総合評価って言ったのはどういうことかっていうと、じゃあ54321の得点をじゃあ合計して何点以上超えてたらっていうふうにつけるかっていうと、それではないってこと。なんでかって言ったら、例えばコミュニケーション5点満点だったとしても、あ、もうこの人には10点つけたいとかってあったりするじゃないですか。だから54321っていうのは仮につけるだけでって、目安でつけるだけであって、最後は総合的に評価していくっていう感じなんですよね。もう一個気になったんですけど、その会社ごとに評価する力っていうのを学生が知るためにはどうやったら知れるんですかね？基本的には採用のねホームページに書いてあるはずなんですけど、求める人物像はこんな人です。あ、でもありますよね。はい、まあなんですけども、実際活躍してる人の特徴とね、その採用基準として掲げていることがずれてたりすることっていうのはよくあることなんで、
ので、難しいんですよね。だから OB、OG 訪問とかして活躍している社員の方の特徴とかを見極めれば評価するポイントが分かる、はい、その方がもしかしたらですよ、事実に近いこともあるので両方見たらいいと思いますね。じゃあ次早速基本的な質問に対する答え方を聞きたいと思います。自己 PR が口下で見られてるポイントをまず教えていただきたいです。はい、面接で聞かれた質問っていうのは全てあなたはどういう人ですかっていう質問の変形だと思ってほしいんですね。だから学生時代に力を入れたことは何ですかっていうことを通じてあなたがどんな人か、つまり性格、能力、価値観がどんな人かっていうのを聞いてるだけなので、結局これ模擬面接とかするときにも僕はよく聞くんですけど、その学知化を聞いてもらった後にあなたはどんな人だと思ってもらいたくてそれを言ったんですかって聞き直したりするんですね。つまり自分はこういう性格だとかこういう能力だとかこういう価値観であるってことをやってきたことを通じて表現するのがその学知化だったり自己 PR であるというふうに思ってない人っていうのは、学生時代に力入れたことって言われたから学生時代に力入れたことを答えてる、でそこにはなんかあんまりメッセージ性というか、それでどう思ってほしいだとかなんとかっていうのはもうあんまなくて、本当は重点的に喋るところを重点的に喋ってなかったりとか、相手に刺さんない話をブワーとしちゃうって話する可能性があるわけですね。ですからまずは、その自己 PR とかが口化を通じてどんな人と思ってほしいのかっていうのがまずしっかりしてないと、その文字数限られてたりとか時間が限られてる中での自己 PR とかが口化で情報量たっぷりにすることができないっていうのがまず一つ目ですね。で、2つ目はその情報といってもですね、信じる情報と鵜呑みにしない情報っていうのがもうはっきりしてるんですね。面接官とか採用担当者が欲しい情報っていうのは事実だけなんですよ。こんな場面でどういうことを考えて何やってどんな結果残したのかみたいな、やってきたことだけが知りたいことであって、それ以外のその抽象的で主観的なこととかね、そのあたりっていうのは参考情報にしかならないっていうか情報量ゼロなんですよね。だからとにかく具体的に事実を語るっていうのが重要になってくるっていうことなんですね。実際に過去の ES 添削の動画でこの事実と主観のところが指摘されている動画があるので、そちらを見てくれればどういうふうに改善すればいいのかっていうのがもっと具体的に分かると思うので、その動画もぜひ見てみてください。なんかそこで今すごい疑問に思ったのが、なんか曽和さんはそういうので判断してくださる方かもしれないですけれど、他の人事の方はそうじゃないかもしれない、はい、ここっても皆さんどんな人事の方でも具体的なやったことっていうのを書くことを評価してくださるんですか？そこは辛い質問で、もうおっしゃる通りで、本来ならば皆さんから聞いた事実を解釈するのが選考官の仕事ですよね。だから皆さん自身に解釈してもらう必要はないわけですよ、はい、まあ、ですけどなかなかそれができない人は結論書いておいてくれないとわからないじゃないかみたいなねいう人もいるかもしれません。でただ本当に真剣にそのES で書いてあることで合否を反応しようと思ったら、抽象度高いものは差別化できないというか他のものと変わらなくなってくるので、ジャッジがつくわけがないんですよね。だから具体化した方が絶対ありがたいはずなので、具体的事実が書いてあったら、まあ文章は下手だけれどもこの人のイメージは湧いたと、なんかすごくやってそうだと、じゃあ通しておこうかなっていうふうに考えるのは普通だと思います。将来のビジョン、入社後やりたいこと、これ答えられない人がめちゃめちゃ多いんですね。実際どんな感じですか？いや、私も本当に答えられなくて、これは一番の悩みですね。まあでもね、なんか梅草みたいな質問なんですよ。梅草っていうのはもうなんか聞くことないからとりあえずなんか聞いてみようみたいな。というのは将来何になりたいって言ったら OK で、何になりたくないって言ったらダメかっていうと、こんなんないですからね。まあ志が高いみたいなことは悪いことではもちろんないんですけど、あんまり最初からもうでかい夢ばっかり語ると、まあ、能力だったり気力みたいなものがついていかないとね、空回りしちゃうっていうことが結構多いっていうのが人事あるあるなんですよね。まあここは合否がめちゃくちゃこれによって決まる質問ではないというふうに思っといて、まあある意味本当に思うことをさらっと言っときゃいいんじゃないかなというのがまず前提です。ただ一つ落とし穴があって、この将来のビジョンとか入社後やりたいことは何ですかって聞かれると、めちゃくちゃきちんと答えないとまずいって思いません？思います。でさっき具体的にって言ったじゃないですか、過去のエピソードは具体的
してほしいんですけど、将来の夢は全然具体的じゃなくていいです。むしろ将来の夢をめちゃくちゃ具体的に語られるとめんどくさいと思われるかもしれないですよ。めんどくさいというのはどういうことかといったら、日本の企業は職種を決めずに採用しますよね。だから配属の時とかにこれしかやりたくないとかって言われちゃうと配属しにくいじゃないですか。でこれね、人事の人の使ってる言葉で言うと、仕事を選ぶ人なんじゃないかなこの人はって思われちゃうんですよ。だからこれね、引っ掛け問題みたいなもんで、ここはまあぼんやり曖昧にね答えとけばいいと思いますし、もしやりたいことがなかったとしても、じゃあ一つの逃げ方としては、やりたいことはないんですけどこういう人になりたいですとかみたいなことを言ってみるとか、あるいはめちゃくちゃやりたいものが今度逆にある場合っていうのはどうしたらいいかっていうと、魔法の言葉あえて言えば、基本まず最初は必ずこれでないといけないっていうことはないですと。でなぜなら、まあ御社のその文化とか事業の社会的意義とか、こういうのが好きで受けてるのでみたいなねことを言いながら、あえて言うならば、この部署でさっきみたいにね、この商品のこのプロモーションとかちょっと興味ありますかねみたいなことで言うと、ちょうどいいぐらいなんじゃないかなっていう気がしますね。はい、次に面接で印象を上げるために、服装だったり表情だったり話し方だったり、何かポイントがあれば教えていただきたいです。2つのポイントがすごくね、こう特に注目されるんですよね。それは何かというと、1つは外交性で、もう1つが情緒安定性というふうに言われてます。これは人間のバイアスですね。だから会社によってとかじゃなくて、面接をするとそこにやっぱり注目がいってしまうと。じゃあどうすればいいかということで言うと、外交性ってね、情緒安定性、これはできんじゃないかなと。他社の選考状況について聞かれた時の一番良い答え方を、希望部署に入れなかったらどうしますかっていった質問があったら、じゃあここまで面接の授業を聞いてきたと思うんですけど、この面接の授業いかがでしたでしょうか。佐野さんがなんかめちゃくちゃなんかぶっちゃけて話してくださるので、なんかすごい人事目線の本当の気持ちみたいなのを知れたので、あまり硬くなりすぎず、普段自分がやってるようなことを続けて面接でも出していければいいのかなと思いました。ありがとうございました。私も今日の講義を聞いて、面接に応募する勇気が出たので、しっかりアウトプットしてチャレンジしてみます。私もどういう意図で相手の方が質問されているのかっていうところをすごく理解できたので、面接ではこういったことを考えながら自分も伝えていってみたいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。でちょっと最後に曽和さんの方から、はい、一言お願いいたします。皆さん講義聞いていただきましてありがとうございます。面接に落ちると、なんか自分を否定されたっていうのは確かにね、思うのは仕方ないと思うんですけど、実際問題として落ちる理由ってほとんど情報不足なんですよね。事実が足りないとか、なんか欲しい情報が入ってないとか、みたいなところで結局分からんから落ちるみたいなことってのが多くてですね、だからまずは伝えられてないんじゃないかってところを考えてみてはどうかなと思います。あとやっぱり面接っていうのは基本的にはマッチングですよね。就職活動って一番やっちゃいけないことって何かって言ったら、合わない会社に入っちゃうのがもう最悪なわけですね。だとしたらね、ちゃんと伝えた上でミスマッチだっていうふうに思うんだったら、早く分かってよかったとも言えるわけなんで、だからもったいないのは、本当は合ってるのに伝わらなかったからマッチングしなかった、これはもったいないので、ぜひ今日の話とか聞いていただいてですね、伝えれるようにしていただければというふうに思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、じゃあ今日で就活予備校は以上になるんですけど、明日からも解禁日で、これからどんどん選考を受けていて大変なことも落ち込むこともたくさんあると思うんですけど、まあ、3月以降もね、私たちはその皆さんの役に立つようなコンテンツ配信していきますし、私たちも就活頑張るので、明日の解禁日以降から皆さんと一緒に就活頑張っていけたらなと思います。じゃあ就活予備校はこれで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。